にちは。子供の子のカチーナだよ。好きな食べ物はグレインの実。夢は強くなることで、苦手なものは健康。あれ、こういうことじゃない？じゃあどこかお散歩に行きたいとこはある？この辺りには結構慣れてるから案内してあげるよ。あ、さっきちゃんと積まれてないブロックを見かけたんだけど、どうしよう。心の中を古竜が書き続けてるみたいな感覚、落ち着かないよ。できる、できない、できる、でき、くふ、大丈夫、私ならできる、きっと問題ないはずだよね。退屈なら私のバッグの中のコレクションを一緒に見てみない？好きなものがあれば持ってっていいよ。雨が降ると土がふかふかになるから、雨の日に鉱石を掘るなら普段よりも気をつけないといけないんだよ。あ、雷が怖いわけじゃないよ。びっくりしただけ。雪の上で一緒にゴロゴロしよう。安心して、ゆうちゃんみたいに雪の中からいきなり飛び出して脅かしたりしないから。見て見て、この宝石、太陽の光が当たるとまるで虹が封じ込められてるみたい。この下にキラキラする鉱石があったりしないかな。掘ってみてもいい？おはよう。バッグの整理は終わったから、いつでも出発できるよ。ううん、まだ眠くないよ。お昼寝したいなら見張りは任せて。私、苦手なことは山ほどあるけど、耳は結構いいんだ。遠くからの風の声とか草の動きは全部感じられるよ。さっき夜に山の洞窟で肝試ししないかってモアラニちゃんに誘われたんだ。すごく緊張する。どうしよう、友達からの誘いを断りたくなくて、つい後先考えずに約束しちゃった。だって何があってもモアラニちゃんと一緒に立ち向かおうって決めたから。え、あなたも一緒に来てくれるの？ありがとう。うー、どうしてまたやっちゃったんだろう。泣きたくないのに涙が止まらないよ。さっきお休みを言ったからてっきりもう寝たのかと。でも慰めてくれてありがとう。この名前はゆうちゃんと一緒に考えたんだよ。まず名前の後半を決めてから、ゆうちゃんの動きを参考に前半も決めたの。ぐるぐるこまちゃんに乗ってゆうちゃんとよくかけっこするんだけど、勝率は半々ってとこかな。ナタの戦士にとって余剰者の戦争で死ぬことはある種の栄誉なんだ。もちろん私も例外じゃないよ。でも理屈はそうやって自分に言い聞かせ続けてたけど、やっぱりあの時は内心すごく怖かった。大きなリスクを犯してまで私を矢神の国から連れ戻してくれて本当にありがとう。みんなありがとう。あなたには英雄に関する伝説がたくさんあるんだよ。私が一番好きなのはトラオレ様の物語。ただの人間がアビスを地下に封印できたなんてすごいと思わない？あ、そういえばあなたもあれだけ多くの国を旅してきたんだから、きっといろんな伝説を知ってるはずだよね。すごく気になる。時間があったら教えてくれない？友達の証に好きなの
を選んで。私が手に入れた鉱石の中で一番綺麗なものとかキラキラしたものは全部しまってあるの。好きなのを選んで受け取ってくれたらすごく嬉しい。このキラキラの神の目を初めて見たとき、幻覚を見てるのかと思っちゃった。だって私が見てきたどの石よりもキラキラしてたから。今の私なんて伝説の英雄たちには遠く及ばないけど、いつの日か私の物語で誰かに勇気を与えられたらいいな。たとえそれが一人だけでも最高に幸せだよ。ゆうちゃんはすごく大事な仲間だよ。今はおとなしそうに見えるけど、もっと小さい頃のゆうちゃんは好きって気持ちを続きで表してたの。力がとても強くて、私も尻もちをついちゃうくらいだった。でもテペトル竜は人懐っこい竜だから仕方ないよね。いや、ゆうちゃんたら分かったってもう言わないから。スピネルの実ってまるで宝石みたい。宝石のようにずっと置いておけたらいいのに。ムアラニちゃんは初めての親友だよ。ムアラニちゃんに出会うまではこの世にあんなに親切な人がいて、あんなに面白いことが私を待ってるだなんて思いもしなかった。ほら、私たちのツーショット、写真を撮った時一緒に飛ぼうってムアラニちゃんが言ったの。私の動きがぎこちなく見える？バレちゃった。カメラには映ってないけど、あの時はたくさんの人に見られてたからちょっと緊張してたんだ。キーニチお兄さんを紹介してくれたのはムアラニちゃんだったんだよ。ここだけの話、最初は怖い人だって思ってたの。だって目つきがちょっと怖いんだもん。でも後になって知ったんだけど、私をいじめてた悪い人を裏で懲らしめてくれたんだって。お礼をしようとしたけど、十分な報酬をすでに受け取ってるから大丈夫だって、どうしても受け取ってくれなかったんだ。チャスカお姉さんはナタの有名な調停者だよ。お姉さんがいればどんな揉め事も簡単に片付くんだって。多分だけど、私と同じで人と人の争いが嫌いだからこそ調停者をやってるんじゃないかな。前、強くなるためにイアンサお姉さんに訓練の指導をお願いしたことがあるの。ハードな訓練法がいろいろ入ったプランを立ててくれて、やっとのことでクリアできたんだ。すごく正確に計算された訓練だったから、毎回家まで帰るだけの体力は残ってたけどね。とにかくイアンサお姉さんにはすごく感謝してるんだ。コメを手に入れた後、バカルおじさんが私を白根お姉さんのところに連れて行ってくれて、それでぐるぐるコマちゃんは作ってもらったんだ。白根お姉さんの腕って本当に神がかってると思う。その後は宝石コレクションと保存についていろいろ話したり、コレクションを見せ合ったりしてたの。お姉さんのコレクションは保存状態がすごく良かったから、きっと丁寧に手入れしてるんだろうなって思った。でも普段の生活習慣についてはなんだか自由だなって思う。前にどれだけ探しても見つからない時があったんだけど、木の上で日向ぼっこして寝てたんだよ。変人様から直々にナタの英雄だなんて言っていただける日が来るなんて夢にも思わなかった。変人様はナタの戦士なら誰もが崇拝する存在なのに、私はそんな存在から思い出すだけで感動しちゃう。ごめん、本当にごめんね。泣くつもりじゃなかったのに。
イファお兄さんはとってもすごい竜医さんだよ。お兄さんに見てもらった古竜たちはみんな規則正しく暮らすようになるし、変なものも食べなくなって勝手に突っ走ったりもしなくなるの。病気にもほとんどかからなくなるよ。だから具合の悪い竜がいたらみんなすぐイファお兄さんに飛んできてもらって見てもらうんだ。私の子名はウッサビーキ、不屈って意味なんだ。はあ、ずっと思ってるんだけど、なんでこの子名を授かったんだろうね。私って弱いし、家でも部族でも影が薄いし、あれほど優秀な人たちがすぐそばにいるのに、私がこれを持つ資格なんてあるのかな。家族の話？私は次女だよ。パパはお姉ちゃんにすごく期待をかけてるし、ママは幼い妹の面倒を見ないといけない。みんな忙しくて大変だから、私も自分の面倒をちゃんと見て早く大人にならなきゃ。少しでもいいからパパとママの負担を分かち合いたいんだ。パカルおじさんはとてもよくしてくれてるよ。部族の他の人が裏で私の噂を流すたびに、おじさんは私の味方になってくれる。でも実は申し訳なく思ってるんだ。だって私、本当なら自分の実力でみんなに認めてもらうべきだから。分かってるんだよ。泣いたって何の解決にもならない。伝説でもみんなの前で泣き出す英雄がいるだなんて聞いたことないもん。涙を我慢したいのにいつも失敗しちゃう。え？泣いてもいいって？涙は大事なストレス発散方法？本当にそう思ってるの？ありがとう。なんでまた泣いちゃうんだろう。こんなに弱い私なんて他人に無視されても当然だってずっと思ってた。でも大霊さんの話を聞いてからはそういう風に思わなくなったよ。私の子名はウッサビーキ。私はもっといい自分になるって決めたんだ。この世界にはきっと私にしかできないことが存在するって信じてる。だから頑張り続けるよ。この黒曜石もいつかは私の物語を記録してもっとキラキラした宝石になってくれたらいいな。見て、これは私が初めて掘り出した宝石なんだ。緑色がすごく綺麗でしょ。最初は2個で対になってたんだけど、そのうちの1個をムアラニちゃんにあげたの。ほら、模様が流れる水みたいに見えない？あ、こっちも見て。黒っぽく見えるけど、太陽の光が当たると虹色に光るんだよ。この石は全部私が1個ずつ集めたの。この前ムアラニちゃんからとても大きな帽子をもらったの。すごくかっこよくて日よけ機能も完璧だった。好きすぎていつもかぶってたんだけど、日が経つにつれてベルト帽みたいになっちゃって、だから今はこの毛がつきにくい帽子をかぶるしかないんだ。クレインチップスが大好き。きちんと積まれてたらもっといいな。え、こんなにたくさん。でも食べきらないとシェフの苦労を無駄にしちゃうよね。大丈夫、きっと完食できるはず。少しずつ食べれば。本当に全部食べていいの？すごく美味しい。ゆっくり味わわなきゃ。香ばしくて美味しいし、盛り付けもすごく凝ってるね。料理戦争があれば優勝できるレベルだと思うよ。
時間をかけて作ってくれてありがとう。ちゃんと食べきるから、もうちょっと時間をくれないかな。お誕生日おめでとう。これあげる。高専石で掘った泣きうさぎだよ。高専石ってきめ細かい手触りだけど、土の中でも目立たないから少しでも気が緩んだら見逃しちゃうの。でもずっと持ってるとどんどんツヤツヤになって綺麗になるんだよ。私が一番好きな宝石の一つだから、気に入ってくれると嬉しいな。私の耳が震えてる？あ、緊張してるわけじゃなくて嬉しいからなんだ。ごめんね、すごくテンションが上がっちゃうと抑えきれなくて。手で覆うね。本当に私を大事に思ってくれてるんだね。泣くつもりじゃなかったのに感動しちゃって、つい。王庭が燃やされ放棄されても炎が消えることはない。明日には再び燃え盛り、昨日よりも輝くのだ。私がすっごく好きなトラオレ様の言葉の一つなんだ。私も頑張らなきゃ。新鮮で面白い物事にたくさん出会わせてもらったおかげで、私すっごく成長できた気がする。どう恩返しすればいいかわからないよ。でも今回は自分で答えを探したい。これからは私が英雄になるよ。あなたを守る英雄。